谷崎潤一郎役源氏物語その第46回末摘む花続きから。表はまだ薄暗いのですけれども、雪の光にあえてひとしおきれいに若々しくお見えになる君のお姿を、老女どもは笑いこぼれてお眺め申し上げるのです。はよお出ましなされませ。それではあまりでございます。女は素直にしましてこそ、などとお教え申し上げますと、さすがに人の申すことを嫌とは仰せられぬご本性なので、どうやら水黒いをしていざり出てこられるのでした。君は見ないふりをなされて表の方をお眺めになりながら、ちらと横目でご覧になります。さてどうであろう、打ち解けた時に見まさりする鮎が、もし少しでも会ってくれたらどんなに嬉しいであろうなどとお思いになるのも身勝手なお心なのですと、何よりもまず座り勢が高くて胴が長いようにお見えになりますので、さればこそと胸がつぶれるのでした。次に、ああみっともないと思われるものはお花でした。ふとそれが目に留まります。普賢菩薩の乗り物のようです。呆れるほど高く長く伸びていまして、先の方が少し垂れ下がって色がついている具合がことのほかへんてこです。お顔の色は雪も恥じらうほどに白くて真っ青で、額つきが恐ろしくおでこで、おまけに下ぶくれなお友達なのは大体がとてつもなく長い顔なのでしょう。痩せていらっしゃることといったらお気の毒なほどトゲトゲしくて、肩のあたりなどは痛々しいまでに絹の上からでも見えます。なんでこうまで残りなく見てしまったのであろうと後悔なさりながら、あまり珍しい様子なのでさすがにご覧にならずにはいらっしゃれません。髪の格好やそれが垂れかかっている塩梅などはいつも大層見事であると思っていらっしゃる方々にもおさおさ劣らないくらいで、内気の裾から床にたまって引かれている部分が一尺ばかりもあろうかと思われます。召していらっしゃるものまで詮議しますのも口さがないようですけれども、昔物語でもまず人物の御装束をこそ述べております。それに倣って記してみますと、許し色のしようのないほど白っちゃけた人重ねに、紫の色がすっかり黒くなった内気を重ねて、上着には古きの革絹の非常に立派なかぐわしい匂いの抱きしめてあるのを召しておられます。古風ないわれのありそうなご装束ですけれども、やはり若々しい女の御装いには不似合いで、物々しすぎるところがひどく目立つのでした。しかしなるほど、この革絹がなかったらさぞ寒いであろうと思われるお顔色であるのを痛ましくご覧になります。呆れて何事も言われたまわず、ご自分までが口が塞がったようにお感じになりながら、例のしじまも破れるかどうか試してみようと、いろいろものをおっしゃりかけてご覧になりますと、大層はにかんで、口元を覆うておしまいになるのさえが、時勢遅れで田舎臭く、ちょうど儀式感が仰々しく練り出した時の肘を張った姿が思い出されて、せっかく笑顔をお作りになっても、なんだか不細工で取ってつけたようなのです。君は気の毒にもかわいそうなので、そこそこに席をお立ちになります。他に頼る人もおありにならない場合ですから、見初めた男には親切にして、むつまじくしてくださってこそその男も満足するでしょうに、寄せつけてくださらないご様子なのはつらいことです。などとうまく口実をお設けになって、朝日さす軒のたる日は溶けながら、
などかつららのむすぼるるらん、と仰せになるのですけれども、ただ、と含み笑いをして、ちょっとは返事をなさりそうもないのが愛おしいので、出ておしまいになります。荷車を寄せてある注文が体操を歪んで倒れそうになっていまして、夜の間はそれと知れながらも何かと隠されていましたのに、今朝は見るから寂しく荒れ果てて、松の雪ばかりが暖かそうにふっくら積もっていますのが、山里のような心地がして物哀れなのを、そういえばあの品定めの晩に人々が話したむぐらの角とはかようなところを言ったのであろう。いかさましみじみとかわいい人をここに住まわせて苦労の多い恋をしてみたいことよ。そうしたら道に外れた物思いも紛れるであろう。それにはあつらえ向きの住みかなのだが、住む人があのありさまでは仕方がない。これが自分でなかったらとても辛抱はしないであろう。自分がこうして馴染むようになったのは、姫君の身をお案じなされる父宮の御霊が影のように付き添うていらして手引きをなされたのであろうとお思いになります。橘の木が雪にうずもれていますのをご随人を召して表せられます。それを裏闇籠に松の木が一人で置き換えてさっとこぼれ落ちる雪が、名に立つ末のという趣に見えなどしますのを、格別深いたしなみはなくとも一通りに受け答えする人がいてくれたらばとお眺めになります。荷車を引き出すべき門がまだ閉まっていましたので、鍵の番人をお尋ねになりますと、大船のひどくよぼよぼなのが出てきました。娘でしょうか、孫でしょうか、どっちつかずの年頃の女が、着ている絹は雪に生えてひとしをすすけたように見え、いかにも寒そうな様子をしながら、妙な器に火をほんの少し入れて袖に包んで持っています。大名が門を開けることができずにいますので、傍らへ寄って手伝うのでしたが、大層手際がつたないのです。お供の人々が寄ってきて開けます。振りに行ける頭の雪を見る人も、劣らず濡らす朝の袖かな。若き者は形崩れずと存じたもうて、花の先が花の色になったえらく寒そうに見えた御面影をふとおぼしいでられて、つい微笑みをおもらしになります。当の中将にあれを見せたら、どんな形容をするであろうか。いつも様子をうかがいに来る人であるから、今に見つけられるであろうと、厄介にお思いになります。世間並みな、何も変わったところのない平凡さであるなら、捨ててしまっても済むようなものの、はっきりと見届けたもうた今となっては、かえって不憫が増すばかりなので、色恋を離れて始終尋ねておあげになります。古きの川でもありますまいが、絹、綾、錦などを老女たちの着るものの類から、あの大名の分まで神へも下へも心を配ってお送りになります。そういうふうな内緒の世話を受けるのを恥ずかしいとも思わない様子なので、君も心安くその方面の面倒なりとも見てあげようという考えにおなりなされて、普通以上に立ち入って気をおつけになるのでした。あのうつせみがいつぞや酔いにしどけない風をしていましたところを、横からご覧になりました時はかなり醜い姿形をしていたのですが、でもあの女は鯛のこなしが上手なために、その醜さを隠してボロを出さないようにしていたのでした。この姫君はあのうつせみに劣るような身分でしょうか。こうして見るとまことに女というものは品にはよらないものなのでした。気立てが素直で心憎いところがあった人には
とうとう負けきりになってしまったなどと何かの折ごとに思い出しになるのです。年も暮れました。ある日うちの御殿の居所においでになりますと太夫の妙婦が参上しました。谷崎潤一郎役源氏物語その第46回末摘む花途中まで2021年4月8日。